真っ黒になっちゃう、真っ黒になっちゃう。この前家でイカスミパスタ作ったら真っ黒になって大変だった。カルボナーラ、カルボナーラクリーム重たい。カルボナーラもちょっとパイセン重たい。食べれるけど普通の量じゃ足りない。あのね、さくらさん半端じゃないよ。そう、この前ね、はい、スタジオで16時からパイセン、はい、仕事で、うん、で10時から15時で同じスタジオにさくらさんが仕事をしてたんですよ、はいはい、したら16時でパイセンが16時からだとまあ15時50分とかには向こうに着いてるわけじゃないですか、うん、行ったら向こうで「ちょやはぎちゃんさ、これさくらちゃんの忘れ物なんだけど」って言ってさくらさんの忘れ物を渡されたんですよ、はいはい、お前んところさくらどうなってんだよ、食いすぎだよって言われて、あのコンビニの袋に菓子パンやらサンドイッチとか入ってて、これにさくらちゃん朝うどん食べてたよ。嘘でしょっつって、食いすぎだよ。違う、お前言っとけ、さくら食いすぎだぞって朝からって16時の現場の分も買ってたんです。だからスーパーの袋みたいなごっそり、普通現場にあんなスーパーの袋みたいなこんないっぱい持ってかないの。みんな大体おにぎり1個にペットボトルみたいなね、ちょんってしたコンビニの袋なのに、スーパーの袋みたいな菓子パンやらサンドイッチやらおかず系のばっかり入ってて、だってもし足りなくなってお腹空いて仕事できなくなったら困るじゃないですか。お腹空いて仕事できなくなるって普通さ、みんなさ、うん、食べ過ぎるとさ気持ち悪くて喋れないからさ、うん、7分目とかまで食べてさ、いや仕事するのに君もうピッチリ満腹まで全部食べてさえみたいな勢いで喋れるでしょ。埋まってないと気が済む。やだ、怖い怖い。だってさ、どうすんの、叫んで上ボロボロボロみたいな、どうすんの。ならないわかんないじゃん、ならないですから。だからもうちょっと詰め込まない、極限まで詰め込まないと可愛い声出ないんですよ。たくさんのお便りありがとうございました。